こんにちは、辻岡です。さあ、ミッションカードのね、続きやっていこうかなと思います。今回はね、120コンボ以上使用に挑戦していこうかなと思います。前回の100コンボは、3匹ステージのね、ゲンガーパーティーで、達成できたんですけれども、ちょっと120コンボってね、相当運が必要で、100コンボ以上でね、終わってしまうっていう時にね、かなり厳しいので、今回はね、エキストラステージを頑張ってみようかななんて思います。僕はエキストラステージ苦手ですけどね、ブリガロンにね、プテラを使っていきたいと思います。で、後半の方にね、岩ブロックがかなり、消されてですね、コンボが続くポイントがあるので、まあ、後半の方になるべく、コンボをつなげる、やり方で、そうだな、ノーアイテムじゃね、おそらくいけないと思うんですよね。で、プテラにメガスタート使うと最初の岩ブロックは相当早く消してくれるんですけれども、なかなかね、お金がもったいないような気がするので、まずは制限時間10秒使ってね、後半にかけてみたいかなと思います。僕のレベルでね、どのぐらいなのかちょっと見てみてください。それじゃあ行きましょう。まずはブロックをね、大量に崩していきます。大量に崩しながら、おっと、まあ、ここら辺はちょっとね、終わってもまあまだ許せるという感じで、おっとっと、大丈夫かな。さて、こんなんで大丈夫か、すごい多分ね、不安だと思うんですけど、あーたちゃ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 、あーちゃちゃちゃ、まずはメガ進化をちょっとちゃんとやる。あー、よし、ここでメガ進化が終わったので、しっかりブロックを崩しながらコンボをね、つなげていきたいです。ですって言ったのにもかかわらず、コンボが繋がらない、ちょっと嫌な感じ。さてさて、ちゃんとコンボを繋げていきたいが、はい、あっと、危ない、あー、ちょっと今のはでかい、やっちゃった。ただここね、本当にまだ岩ブロックが多い状態なんで、この岩ブロックを除去してからがね、勝負なんですよね。やっぱり今のがね、ちょっと失敗したのがかなり痛すぎる。こうなってくれるとだいぶね、もうコンボもしやすい形になってくるんですが、ここに来るまでがね、相当厳しいね。ここからはもうおそらくコンボが途切れることはないんですけれども、まあ途切れてしまったら大問題。あとはね、落ち込みかけるぐらいしかないですね。さあ、倒していってくれ、頼む、20を超えてくれ、よしよし、ちょっと落ち込んだよりでしたが、残り時間ギリギリで今倒せる状態ですね。なので、一応攻撃力100ポケモンになるのかな。ちょっとジガルデだけね、攻撃力2少ないですけど、効果抜群だとそれよりもかなり早くね、倒してしまうので、視認性の高い通常のね、攻撃力100ポケモンで固めるといいと思います。メガプテラもね、非常に使えると思います。で、僕みたいにね、下手な人でも最後の方はね、結構もう揃えるだけで岩ブロックのお邪魔がね、ほとんどなくなるので、コンボはね、続いてくれると思います。制限時間プラス10秒使えばそこそこね、うまくいきやすいんじゃないかななんて思います。なので最初はね、上手い人はノーアイテム、ちょっと自信ない人は制限時間プラス10秒、で、全然自信ないよっていう人はね、メガスタートなんか使えば、まあ、運に耐えることなくね、こうやって、120コンボを達成できるので、皆さんもね、やってみてください。よし、うまくいったぜ。さあ、せっかくなんでね、もう一個やっていきましょう。このピカチュウ6手残そうに挑戦していきましょうか。さあ、ピカチュウの6手はですね、1手で倒していかなければいけません。なのでね、ピカチュウに、僕はですね、ピチュウ、お邪魔でピチュウがいるのにピチュウを入れて、あとはね、ランドロス、ガブリアスで、これでね、一気にいきたいかなと思います。ちょっとやってみましょう。ノーアイテム。さて、まずピチュウがしっかり仕事をしてくれるかどうかですね。仕事をしてくれましたね、そこ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 仕事してくれました。じゃあガブリアスを揃えて、これで一発でいきたい。どうだ、はい、残り手数6残してクリアすることできました。まあ、そんなに難しくないですね。ピチュウはちょっと運要素はあるけれども、最初にね、仕事してくれたら非常に楽にね、
クリアすることできるでしょう。はい、6手残そうで星2個ゲット、スキルパワー S を手に入れました。さあそれじゃあ次回はね、カード6の残り、全てをね、挑戦していきたいと思います。ということで、よかったらまた次も見てください。土の子でした。